ゴールキックするんだったら風こっちから来てるから、棒立ってるじゃん、気持ちいいか、棒よりもあのペットボトル立ってるところのだいぶ中間辺のところで電柱一本のところに来るのゆっくりあぐるだ。それでちょっと跳ねて、あそこ来てさっきみたいに地面近くをまたちょんと当てれば水平に持ってくるじゃん。それでスーッと伸ばす練習をいっぱいやらないとダメよ。こう降りたければ、その前のダイブする場所と探すと、それを自分で決めないとダメ。いくらやったとそれ決めてないでやったら無駄だから。それさえきちっといけば何もしなくていいところ行かないから。あれが必要ですか？パワー使っていくのは、初心者でも言っちゃうから、そんなのいくらやったらダメだよ。無駄。ドライヤーの速度管理のコントロールを、とにかく身につけないと、エンジンパワーだけしかダメじゃん。一旦、綺麗に降りるような人です。立ち上がる方でいいから、とにかくダイブして、地面と平行でいいから、高さ、どのくらいでもいいですけど、平行に飛んで、次にまた吹かせば上がるじゃん。足吹ってから吹かせて上がるから。ありがとうございました。最悪吹ければいい。どなたんでした？そこだったらね、足吹いちゃった、足吹いちゃおうとか言ったらまた吹かせてる。その角度、どんだけそれをやるか。一回飛んで十回やったって言ったら、それも嫌だ。田んぼやって怒られることないから。やれないんだよ、みんな。一回ね。一回飛んで一回しかやらないんだから、みんな。そんなの上手くなるわけないじゃん。ポイントはここ。それ、自分のグライダーもあるし、自分の、ストリングの位置もあるから、それに合わせて研究しないときもある。そこに持ってくるための確認するようがあと少し引いてるから、もう少し7くらいでいいわ。自分の面白いといいことして、ちょっと引っかかったかな。ちょっと当てろよ。下までギュッと下がるまで待たなくていいから。あれを何かやったメリハリがないと、指で何やったか分からなくなっちゃうから、そのポジションで加速する練習をすれば、正解かどうかが答えが目に見えて分かるかな。さっきからやってたよ。こっちの方に。低い足ですな、もう。あのくらいやれば上手くなるよね。見せてくれるよ。見本。アイドリングで行って、メリハリがないから最後伸びないのよ。もっと加速してからピュッて行けば。
ずーっと伸びるから、その高さのまんま。それ練習しとかないと、なんとなくできちゃったみたいな。なんとなくじゃなくって、こうするとこうなるっていう。まだね。おお。プロペラで叩いた。なるも計算済みやったんじゃ。足下げてやらないからだよ。足下げない。下げられない。うん、足下げられないみたいよ。アイドリングすると体が後ろに倒れちゃうから。ほんのちょっとって、ちょっとだけど、ちょっとしてすぐ当てなきゃ刺さっちゃうから、ね、うん、その加速する刺さってさ、お腹が出るぐらいにしてない、うん、だってほら、こうやって歩いてるじゃん、あんなんなきゃダメじゃんってことやね、あんなにならんのよ、だからこないな、そうそう、うん、足すくわれてるんだろうね、だからその、これの、うん、先生がおらへんっていうことやね。教える人がいないの、誰と決まってないの、誰なの、それはまずいよ、それはそこで言ったらね、遅れてるもん、ほら、うん、あれの倍でやらなきゃダメだな、ちょっと惜しいねんな、だからその高さを先に練習してからやらないと同じことの繰り返しになっちゃう。